おはようございます、もう声も力がないです、手術退院してから、3日目ですね。で、3日目に入ったのでやっと食事が取れるということで、病院からいただいたガイドラインに沿って、ちょっと初めての食事をしたいと思います。もう3日目って言っても、手術の前からもう何日もご飯を食べてないので、もう何日目かわからない。で、お粥とか柔らかいうどんとか、あとサムゲタンともいいって書いてるんですけど、とりあえずお粥で行こうかな。韓国ではチュッって言うんですけど、それで行きます。ちなみに私はね、あの大腸のポリープを取って、その後にまた出血がひどくて、出血を止めるまた手術をしたんですね。なので、その術後の初めての食事になります。でね、意外と食べちゃいけないものがめちゃくちゃ多くって、もう野菜類は全般ダメ、まあ、消化の悪いものがダメらしくって、なんか果物もね、リンゴ以外は結構ダメ。でも当たり前ですけど、刺激物もキムチもダメだし、あとネギとかもダメだから、うどん食べる時とかもう酢うどんにした方がいいです。うどんのみと、あとまあ雑穀とかのご飯、玄米とかもダメなんですね。あと海藻系ね、もやしとかね、お肉類もダメですね。お肉は油の多いものがダメで、なんか鶏肉とかの皮を取り除いて脂身がほぼない部分とかはいけそう。あと卵もいけるんですね。あ、それでね、今回出前のシーンを撮ってほしいですって以前リクエストであったので、出前のシーンからちょっと今日せっかくなんで組み合わせていこうかなと。今回私はまあペダレイ民族っていうまあ宅配アプリを使おうかなと思います。どうしようかな。ポンジュっていうお粥専門店ですね。なんか韓国ってお粥専門店がいっぱいあります。何にしようかな。ビビンバもあるけど、ビビンバはダメだな。お粥がこの辺、これいいんじゃない？サムゲチュ、なんかサムゲタンのあの鶏の柔らかくしたお肉が入った、お粥ですね。なんかここにサムゲタンとお粥 OK になってるから、どっちも組み合わせてる。これにしよう。なんか野菜のお粥もあるけど、野菜ダメなの多いから。で、これね、選ぶのが基本の容器に入ったやつ一つまとめてと、あと中サイズって言って、これ一つの量を二つに分けて入れてくる。私ね、もう久しぶりすぎてご飯が食べれるかどうかわかんないから、三つに分けたらさすがに少ないのかな。どんぐらいの量になるんだろう。2つでいいか。2つでいけるよね。で、これね、4度、まあ、あのなんかちょっと味の強さなんですけど、若干シンコプケ、味をシンコプケにしたらもう全然味がないよね、多分。わかんないけど、若干シンコプケ。60% の塩分度みたいな感じかな。で、バンチャン、あのサイドメニューのおかず、この辺は全部ダメだな、多分。じゃあこれでいきます。会計中。はい、できた。あとは待つだけですね。ああ、待とう。今飲んでるのちなみに豆乳です。もうずっとね、豆乳ばっかり飲んでます。はい、こんな感じで。じゃあちょっと、ここでるのしんどいから、ああ、ベッドに横たわって待ちます。はい、注文したの届きました。ボンジュクビビンパのお店ですね。なんかこのお店さ、ボンジュクっていう名前の店もあれば、ボンジュク&ビビンパっていうお店もあれば、なんか名前がいろいろ分かれてるんですね。多分メニューの種類もちょこちょこ違うと思います。私が注文したのがおかゆ、サムゲタンのおかゆ、サムゲチュクだったかな。なんかサービスでおまけ、なんかこのバンチャンかな、サイドメニュー的なのもつけてくれてます。今回私が注文したの、1人前で11,000ウォン、約1100円です。で、このね、1つじゃなくて2つに分けてもらうので、はい、入れてもらいました。どうかな。あ、美味しそうすごい美味しそう。あ、海苔とごまかかってる。なんかね、海苔とごまダメって言ってたな。うわ、湯気出てるし、熱々。ちょっとネギ入ってるけど、いいかな？避けながら食べようか。これさ、バンちゃん多分食べれないけど、ちょっと見ようか。お、キムチだ。キムチと、あとは、あー、これ、あの、なんちゃらジョリムっていうやつだな。多分これもダメだろうな、牛肉だから。あと、あー、エイのヒレかなんか、あの、まあ、ちょっとキムチ的なやつ。これも辛いからまだ刺激物ダメで。あ、これいけるんじゃない。あ、でも大根ダメらしかったな。うわ、全部ダメや、やっぱりな。あ、ネギ抜いてくださいって書けばよかった。じゃあ豆乳で。待って、私豆乳ってさっき言ったよね。豆乳じゃないわ、アーモンドミルクだよ。説明間違えてるし、まあいいわ。はい、じゃあこれで。うわ、美味しそう。めっちゃ、この海苔をね、ちょっと取らせていただいて。
ちょっとここに食べますよ。うわー美味しそう。サムゲタン入ってる。韓国のあのサムゲタンって鶏肉グツグツ煮込んでるやつですね。いただきます。なんか久しぶりに食べ物食べたから喉通らない喉がキュッてしまってるすごい美味しい。なんか食べ物を美味しくいただけるって幸せだと思う。本当にしばらくご飯食べてなかったから味薄めのやつ選んだけど、薄めでも結構濃く感じるわ。もともとね私薄味派なんですよ。だからあんまり濃いのはそこまで好きじゃないから、まあそれもあるか。なんか食べ方で書いてて、ゆっくりめによく噛んで食べてくださいって書いてた。よく噛もう。あーでもここまで回復したのが奇跡だよ。もう私あの入院した時本当にしんどすぎて、あーもう二度ともう普通には戻れないって思ったぐらい本当にしんどかったんですよ。アーモンドミルクも美味しい。クマさんのお母さんが買ってきてくれました。アーモンドミルクしか飲めないんですって言ったら、持ってくから待っててとか言って私コンビニまで買いに行こうと思ったけど、もうフラフラすぎてちょっと歩くのも倒れそうだったから、行けるかなって不安だったけど、クマさんのお母さんが助けてくれた。もう本当にみんなの力を借りてだよ。まさにクマさん、そうだよ、クマさんめっちゃ助けてくれたよ。うん、病院で何から何までクマさん寝ずに横ついててくれたから、私が力尽きて寝てる間もクマさんなんか起きてたらしい。やっぱ椅子では寝れないよとかでも結果さ、何日ご飯食べてないだろう。まあ途中豆乳は終わった後から手術後から飲み始めたけど、もう5日ぐらい食べてないじゃない。5日言わんのか分からん。しかもさ、私ごめんなさい、パジャマだわ。もうなんか着替える余裕なかったもんね。もうなんかしんどすぎてさ、起きてからもなんか食べてないせいなのか、まだ体が回復してないのか、どっちか分かんないけど、しばらく動けなくってベッドで横たわって何時間かもうただ無の状態でずっといて、よし食べるかってなって、もう食べるなら取るかってなって、どうせあっちで座って食べてるのもここでペラペラ喋りながら食べてるのも一緒だし。これさ、キノコ入ってるな。なんかキノコダメって書いてたけどいいのかな。まあ、めっちゃ小さいからいけるか。あ、これ舌掘り起こしたら激アツだこれ。熱い。ポンジュってこんな熱々でくるんだ。このさ、鶏肉、サムゲタンのお肉食べたいから下から掘り出したらめちゃくちゃ熱い。あ、うん、フーフーしても熱いよ。なんかね、今毎回お風呂が怖いんですよ。やばい、お風呂で倒れたらやばいよなと思って。でもさ、お風呂って血行が良くなるから、血の周りが早くなって出血に至る可能性があるんじゃないかって思って怖くってさ。まあでも2回目の手術でね、あの塞いでもらってるから多分いけると思うけど、前のね、あの経験があるから怖すぎてさ。なんだっけ、血圧がね、あの倒れたとか入院してる時本当に低かったんですよ。何番だったっけ、なんか上が80とかで下がなんだ39とか書いてたよな。常にピーピーってここになんか心電図かなんかわかんない、なんかをつけてて、上の画面でずっと出てるんですよ。この私の状況が上が80の下が34になってる。これあれだね、血圧のやつ合ってるよね。なんか他にも数字がいろいろあって、ちょっとどれがどれか分かんないけど、多分でもこんぐらい。私もともとが上がね80から90の間だから多分合ってると思うけど、だから上のあの画面に出てるやつの心電図かなんかのやつがもう頻繁になるんですよ。危険な状況とギリ大丈夫な状況のこのラインをギリギリをこう私さまよってたから、もうずっとピーピーなっちゃってその度に看護師さんがタッタッタッタって来てピッて止めてくれるっていう。入院した時も言われたんですよ、血圧がちょっと危険な状態危険な状態っていうのかな、なんか説明してくれて。なんか一気に食べたら体が熱くなってきたちょっと勢いよく食べ過ぎたかなあ、でもなんかちょっと食べて体が回復した気もしないでもない、よくわかんないけど。
ごめんなさい、こんな面白くない動画で体の弱った人間がおかゆ食べる動画誰が見たいの、本当にもうわけわかんないけど、なんかでもちょっと撮ろうかなと思って。でもいつものモッパンも美味しいけどさ、ずっとご飯食べてなくて久しぶりにご飯食べるモッパンって私すごい美味しいよだから幸福度で言うといつもと一緒だと思う、てかいつも以上かもしれない。私めっちゃさ、サムゲタンの鶏肉探してる明日何食べようかな。とりあえず術後7日目まではちょっと食べ物にこれに気をつけてくださいって、ここに書いてあるもので食べなきゃいけないから、家の冷凍うどんでちょっとしっかり煮込んで作って食べようかな。なんか鶏肉がいいって書いてたから、鶏肉も皮抜けてなんか一緒にグツグツ煮込んで柔らかくして食べたいかな。おいしい、幸せ。うん、でも今思った、3つに分けてもらったらよかった。私やっぱ2つに分けたのきついわ今まだ。っていうかさ、めっちゃキムチ食べたいけど絶対ダメだからねもうさ、本当のこと言うとさ、今プルタクポックミョン食べたいんだよね。絶対ダメだからも食べないけどさ、なんでだろう、この辛い激辛の刺激物を求めてるどういうことだろう。やっぱり人間はちょっと危険なものに足を踏み入れたくなるようにできてんのかな。意味わかんないよねダメだ、別にお腹がいっぱいとかじゃないけど、なんかちょっとしんどくなってきた。ここで食べてる行動がまだ入って栄養になってないから、体自体はまだヨロヨロの状態だからしんどくなってきちゃった。はい、こんな感じです。ちょっと一旦これ後で食べよう。しまった、蓋に海苔とこれ置いちゃったよ。これあと後で移してちょっと片付けよう。はい、こんな感じで食べてみました。アーモンドミルクは引き続き飲んでいく。水飲むと栄養が取れないからなんかもったいない気がして、水飲むんだったらアーモンドミルクでちょっとでも栄養を取らなきゃと思って。まあこれは韓国の話なんですけど、韓国っておかゆチェーンで、まあボンジュク有名なんですけど、おかゆチェーン店が他にもいっぱいあって、チュッヤギとかそういったお店を利用するのは本当にいいと思います。自分で作っててやっぱりしんどいからね。もうだから利用するのはいいけど、私今回分かったけど、これネギとかいろいろ入ってるから、ネギと野菜は抜いてくださいってこの項目事項のところに書いて注文するといいと思います。私それし忘れてた、入ってないとか勝手に思い込んじゃってて、ぜひ参考にしてみてください。ということで、私の術後の初めての食事でしたじゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。